Ah!
ああ、はい、こんばんは。はい、じゃあそろそろ大会やりますんで、皆さんエントリーお願いします。じゃあ一応今日はまあ紅白戦かな。
はい、じゃあ今日は紅白戦、今日14人、7対7。はい、誰かリーダーやる？やりたい人。はい、リーダーやりたい人。リーダー、リーダー、リーダーキボンヌ。面倒いからみんなやりたがらない。じゃあ機械さん。機械さんと長州さんは？俺と機械出る？うん。はい。最初はグー、じゃんけんほい。最初はグー。東大戦。さあ、ゆうべがか。おっさんか。ゆうべが次誰だろう。川下秀友だ。キャラ的に秀なのかな。友だ。おめえベガばっか取んなよ。ゆうべがなくて川島だったな。友田がなくて川島、俺言ったじゃん。友田、ヒデ、川島で川島って言ったじゃん。変えたのか。じゃあ友田だ。変えたるわ。じゃあ変えたるから、もう変えたるから、変えとけ。じゃあ1と2を友田と川島。はい、取られ。もう4人目は、だから俺がその友田、友田取ったでしょ。アジ、ひらがなだ。ピッパー、ピッパーさん、ピッパーやったらマジギレするからね。小江戸か中島か。中島かな。字が読めないね。さあ、ムナーリかウネか破天荒お茶丸ハゲ。結構難しいね、この若手に期待しようか。あとはハゲ、破天荒、クレイジンゴちゃん丸って、まあ、ハゲだね。ハゲバルログに期待だよ。バルログ使わねえかもしれない。じゃあお茶る丸、お茶る丸、お茶る丸。2が勝てねえ。はい、決まりました。お金払ってない人は払いに来てください。はい、100円参加費、100円。ゆうべが OK。 じゃあ、1人2キャラでいいの？2キャラする時間ある？大丈夫？じゃあ、1人2キャラ、2キャラ申告してください。同キャラはありなし、どっち？なし、同キャラなしで。はい、じゃあチームの方ね、決まりました。
チーム決めに、ね、誰も興味を示さない。じゃあワンピーチームが、ワンピーの方が長州さん、長州チームが、ヒデ、トモザ、お茶丸くん、倉橋、中島、ウネガイル、ハゲですね。で、2P が、リーダー、機械さん、機械チームが、バイパー、クレジン、ユーベガ、小江戸、破天荒、カワシム、ムナーリとなってます。順番の方ね、はい、順番皆さん、なんかあればね、リーダーに伝えてあげてくださいね。順番決めをしてますので、2P チームは順番希望ある人はカウンターまでお越しくださいませ。 2P を読み上げると、バイパーさん、バイパーさん、クレジン、クレジンさん、ユーベガさん、小江戸さん、破天荒さん、機械、カワシム、ムナーリ、以上が 2P です。キャラ、2キャラなんで、2キャラ目、カウンターまで来て、教えてください。言わないと僕が勝手に独断と偏見でイメージで決めますんで、お願いします。
はい、皆さんそろそろ始めますよ。はい、ということでおなじみヒデマイクです。今見てるの何人？86人も見てるの？これなんかいつもより多くない？そんなことないか。いつも何人ぐらいなの？まあ実際のところはまあ半分ぐらい、半分もいるのかな。どうなんだろうね。さあ点取りましょうかって言っても書き込んでくれないね。ほら X を見たい気分、いつもは見ない人が見てくれてるんですね。今日はそこそこメンツは豪華です。なぜかミスタースト2がいます。あと警察もいます。はい、皆さん今リーダーが順番とキャラ決めてるので、サブキャラとかね、教えてあげてください。さあ機械側がまだ決めていない。ガイルホークだよ、ワイパーは。はい、クラリン100円ちょうだい。強制参加です。ニュートンの両替機がどこにあるのかわからない男。さあ謎のスパマーが現れましたね。はい、さあスト5やってる？やってないの？この間野口くんだってボコボコされたんだけど。10連敗ぐらいしかない、心が折れた。バイパーさん、マジで？バイパーさん2キャラ目、キャラ目ガイルかな？ガイルかな？俺が弱くなってる。よし、ガイルにしてしまおう。アニバーサリーコレストもう出てます。ユーベガさん2キャラ目、ラグがひどいっていう人と、まあ戦遊べるっていう人の二分されてますね。倉橋は遊べない派です。中ムーハンは面白いって言ってましたね。人によってなんか言うことが結構違いますね。 2P 側も決定かな。自分の目で確認してみてくださいということなんでしょうか。ちなみに僕は買う予定は今のところありません。てま、日本語版が出たらダウンロード版を買うかもしれないですね。海外版はダウンロード版が出てないのかな。さあバイパーガイル2番目でいいの？それずらしゃいいじゃん別に。さあサブキャラは強制前半出場みたいなことになってんの？機械チームもしかして。はい、ガイルは変わってなくてホークの血が変わったのかよ。はい、じゃあ始めますよ。 お支払いが済んでない人は約1名。小江戸さん、小江戸ベガー、今日はベガーが多いのかな。トモザ、小江戸、ユーベガー。さあThank you.
秀樹来来ました、ありがとうございます。秀樹来いただきました、もっと来てください。ここもチェンジ、相手を見てからキャラの位置を変える男になります。さあ機械は字が綺麗ですね、僕とえらい違い。 S 佐賀が並ぶことには変わりがない。あ、やりやっていきましょう、順番。機械の字がうまいからその分決まりました。俺に決まってんじゃん。ワンピー側は誰か誰かわからない。ハゲダル、ハゲ先方、ハゲダル対先方クレジンリュウです。あ、あと小江戸さん、あ、小江戸さん100円。はい、あとじゃあ払ってないのはハゲだけです。払え、ハゲ。じゃあ始めたいと思いますんで、の試合はそのあたりにして、 1P 側がハゲ、 2P 側がクレジンさん。はい、始めていきましょう。さあ今103人見ています。本当に103人も見ているのかどうかわかんないですけど、さあ今日は紅白戦、一人2キャラ持ち戦です。先方は最近始めてかなり出席率の高いクレジンダルシムが使う竜と、店員のハゲ、穴埋め要員、店員ハゲ。ハゲはでもいろんなゲームをやってるんで器用ではあります。サードとかもやってるんですよね。さあモンハン勢であるハゲ、ハゲダルシムが先制。さあハゲがファイヤーモード、さあきっちりヨガソニック打点を決める。さあ中足埋まらない。さあこの真空を当てたいが、ハゲドリル。さああとは大キックを振ってれば大丈夫だと思うが、さあ真空を食らう。何をしたのかハゲ。さあ開幕ヨガフレイム、開幕ヨガフレイムって竜ピオらせることはできるのかな、どうなんだろう。前飛んでチューチューチュー波動とか入ればピオるんですが、4発は入んないでしょうかね。チューチュー波動で運が良かったらピオるかなっていう感じですかね。さあこれはクレクレ竜もうダメですね。さあ先方はハネが勝つ。さあ 2P 側2人目は誰だ、小江戸エッサガー、エッサガー。さあこのエスサガーというキャラを選んでしまう。しかしまあダルシムはエスサガーには有利がつくはず。どんな感じで有利かっていうと、この間のあの5-1ですね、かける5の博士ダルシム対4代目エスサガーとの組み合わせ、あれがまあやっぱりリュー ダルシムサガットのダルシムの有利さがよくわかる感じの戦い方だったですね、あれ。まあこれやっぱダルシム有利だなっていうように思いましたね、あれ見てて。結構、おーっと、ハゲ、スライディング対空かしゃがみ中パン対空です。さあドリルを見てから合わすのは結構難しい。アッパーカットが意外と間に合う。おお、うまい。間に合わないと見るや、手前に落ちてアッパーカーを誘う。さあしかし S 差が攻撃力高い。アッパーカーが当たってしまった。これはつらい。ハゲ死亡。
ハゲ死んだ。で、はい、ワンピーガー2人目、おちゃる丸くんの本田。おちゃる丸。まあ、本田エスタがちょっと本田厳しいですね。X サガットでも割と X サガットがいける組み合わせと言われてるっぽいんで、 S サガだと当然つらい。さあスト5のサガットどうなるんですかね。弾あるんですかね。弾がなくなったりしたら悲しいですよね。さあこれは厳しい。さあこのままおちゃる丸くんがいいとこなく負けちゃうと、次はヒデ DJ、 その後は長州残次となってます。長州残次 S サガと戦いたくないです。誰か頑張って倒してください。あーゼロドット、相打ち OK。 スト5嫌い、スト5嫌いっていうのはちょっとわからないでもないです。はいヒデ DJ、はい、ヒデ。ヒデさん来たー。ヒデさんですよ、さん付けされてますよ、ヒデ。さすがこれは勝っておきたい。さあ、黄色い悪魔の色を使っていく。さあヒデさん頑張って。さあ2人連続でなぜか持ち上げられるヒデ。しかし体力はかなり今出てます。さあゼロドット。さあ頑張ってと言われているが頑張らない。さあヒデが頑張ってほしい。次が長州残忍なんでね。ホンダよりはマシ説がある。あーっと、おっと、怪しい。ダウン取ってエアスラが出ない。チュンリー使いとは思えない。あーっとこれは、おっと最大取れそうだったが繋がってなかった。さあヒデネー頑張れ。おっと対空足し台キック。さああの足手を蹴れない。さあいいジャンプ、うまいっすね今の。今の水ジャンは大きい。さあこれは大きくない。サガット側が大きい。さあいい勝負。さあ、あっと今の蹴れそうではあったが、おっとこれめくりいけない。さあサジ飛びにもなっていない。さあこれ厳しい。あるよ投げろヒデ。あははは、正直すまんかった、俺が嘘をついた。というわけで行ってきます。はい、次は長州残儀。あ、 S サガがいるとこに残儀で行かなくちゃいけないという試練ですね。お、開幕大足決める。まあしかしすぐに間合いが空いちゃいましたね。大足からガードしてクラス足返される。さあ青パン対決はどっちが取る。ガードしたがアッパーか、置いてある。ダイヤシからの、お、もう一回。さあこれは長州さんのペースかと思いきや投げられてガードした。ガードしても何もない残儀。おお、タイガーで伸びた手を蹴っていく。
あ、大足うまく刺してますね。あ、長州さんのザンギ、これはあるのか。タイガー、おー、さあ飛びから大足入りましたね。あ、この勝ちはでかいですね、 1P チームは。あ、 2P、 もう1回 S 差が、 S 差が2枚連続、 2P チーム殺しに来てますね。さあ長州さんに S 差が2連投をどうする、倒せるか。ああ近寄れない、近寄れない。あ、噛みついて、あー届かない。スクリュー、画面端で置き攻め、あーアッパーカットでした。あ、対空大キック見てますね。上は通さない、透かして台足、出ない、出ない。さあタイガー、タイガー、上は通らない、台形、あ、ダブラリー、おー、ボディープレスから2回転いきましたね。ぐるぐるしてましたね多分。さあこれまだわからない、 S 差がを2枚破っていくか。タイガー、タイガー、あら、画面端には詰めているんですが攻めきれない。お、飛び通ったもののリバースアッパか。あ、さあタイガー、タイガー、タイガー、ピヨッター、死んだ。納得いかない。さあクソザンジが死にました。で、その後出てくるのがうね、うねくんの S 流ですね。さあ、さっきまで僕が出てたんで代わりにハデが喋っててくれました。さあ、うね S 流対破天荒 S サガットですね。さあ、長州ザンジの敵を打ってほしい。うね S 流、うまい。おっと、これはさあ、削り角だったんですが波動で。さあ届かない。おっと、うまいっすね今の、よく大パン出しました。でも S 流だったらキックでいいのか。さあ、うね流が結構体力がやられてますね。さあ、おっと飛んでいく。アパカが見てから間に合うが、さあ垂直ジャンプ、結構うね君若いだけあって反応はいいですね。一方破天荒ウッサハットは対空は大キックを愛用している。長州ザンジには有効でしたね、あの大キック。さあ、今のも3段入りそうな感じではあったが、さあ、お願いでお願い、竜巻。さあ次がハゲバルログ、頑張って、これ仕事だから。さあ破天荒 S サガットが長州ザンジに続いてうね竜も倒していく。
そして、ワンピー側の資格である、ハゲ・バルログ。ハゲ・バルログの後は、中島ホンダですね。そして、この、破天荒 S がサガットの次が、バイパーガイルとなっています。さあ、これは、おっと、アパカが出る。さあ、おっと、ハゲバルログできる。バルセロナが出せればそこそこ戦えます。さあ、ま、すいません、あの画面端からちょっと、おっと、スパコンができない。ハゲ、おっと、今度はできた。さあ、ハゲバルログが勝ったで、1P 側じゃない、 2P 側、4人目はバイパーガイルじゃない。さあ、機械が自分で選んでおきながら自分が先に行こうとしていた。さあ、自分で順番を決めた機械がバイパーガイルを無視して入ろうとしていた。さあ、これはガイル側の厳しい組み合わせと言われていますが、チューブではガイル結構勝っている説が。さあ、しかし受け身がないバルハゲ。そうですね、スライディングやって、あとはまあ、おっと、これはピュあるよ。さあ、ダブルサワーで削れる。ハゲ、勝ちゲームを逃してしまった。さあ、スライディングをメインで戦うべきですけど、ピョル、ピョルんだ。まあ、バルログピョりやすいとはいえ、あれピョっちゃやべえだろう。さあ、飛んでくるのがバレていた中島ホンダ。ハゲ、仕事ができませんでした。まあ、エッサガー倒したからよ。マグロが弱いとか言ってますね。まあ、中島ホンダ、これもちょっと厳しい組み合わせですね。ワンピーがちょっとキャラの噛み合いっぷりが良くない。まあ、しかし中島メインがガエルなんで、ガイルの倒し方は少しは分かるのではないかと期待したいところ。さあ、これはあるよ。さあ、大一を、おかわりは、おっと、投げ返し読みの100巻だったんですが、変なタコ殴りパンチに丸でしまいましたね、100巻。あれは出し100巻が悪かったのか。さあ、いい差し返しになった。さあ、ホンダのオカマ蹴りは見てから出せる技ではないはず。さあ、100巻からめくって、おっと、サンダー失敗。相打ちはまあ、ホンダオッケーなのかな。さあ、まためくっていくが危ないよ。さあ、これはケツで飛んで、おっと、膝で掴んでケツで飛ぶのか、ホンダガイルは。さあ、100巻だけしている。さあ、削れる。さあ、ワンピーが、中島ホンダがガイルを倒したね。次が機械竜。これなんか機械並び方がいいですね。カンニングしたじゃねえだろうな。さあ、いい感じでかぶせになっている。中島ホンダ垂直がうまい。さあ、真空
これはつらい。さあチャンスと見せかけて、ま、新規を打っていく。さあ近いスーピー側だと勝利点が出ます。おっとこれは美味しいな機械。さあ飛んでいる。しかしなっと投げ返しの機械。さあ昇竜拳スーピー側だと昇進の手昇竜拳打ちまくる。なる気投げやりますね。中島本田強い。さあ開幕あっと今の大キックはちゃんと出してましたね。あれちょっとでも遅れると負けるんですけど。さあこれは中島本田厳しい。そして機械は真空を貯める。そしてあの肘つけて波動拳ですね。さあこれは終わり。さあそしてお茶る丸くんのバルログ。さあこれは頑張ってほしいところ。さあ機械が勝利。おっと手前落ちのバルセロナに波動拳で押し置き。あー相打ち。これはバルログ側が美味しいのか。相打ち。さあバルログ美味しい。さあスカイハイクロー。これはさあお茶丸。あっとこれはやばい。頑張れ痛い。あーっと機械が素晴らしい取り返しっぷり。さあ最後もバク転さえ出れば。さあ今日バルロができる。さあ機械が勝利点アルピ勝利。しかし中ゴス投げる。さあこれはさすがに。おっと転がりにはいかない。手堅い。手堅いのかどうなんだろう。さあひたすらバルセロナ押していく。これは正しい行動のような気がします。あーっとさあテラーがちゃんと出る。拾える。さあお茶丸くんは結構悪ログ使いこなせている。ナイスガード。反応がいい。さあ投げる。投げ返しの機会を投げる。さあ真空はしっかりガードして。さあお釣り。いいあー機械勝負強い。いやー惜しかったですね。そして9番手ウネガエル。さあ機械はガイル使いなのでガイル戦はできそう。一方のウネ君は若手ということで若手ならではの反応ある動きを見せていきたい。さあダブルサマー打ってしまう。さあおっと今のは機械が美味しかったか。大キックから入れたかな。さあ機械がいい感じで攻めていく。さあ今の竜巻もいい感じですね。なんかムカつく感じが機械っぽい。さあ真空があるので。おっとこれはあうまい。さあしかし機械は 2P 側勝者出る。投げてさあ 1P 側に行ってしまう。さあ後ろへ。スーピーに行ったけど体力がなくなる。さあウネ君はスタブ愛用していますね。
タブが最良の選択肢っていう場合も一応あるはず。裏剣しか入らない場合と台足が入る場合、そのちょうど間ぐらいがスタブだけ。おー当たり、しかしまだある。正面次回は昇竜拳が出る。はい、友だ。さあ5人目の機械竜対10人目の友田バイソン、結構差がついてしまいましたね。さあここは友田バイソンにいっぱい倒してほしい。昇竜拳が出る。さあ当たり、機械の昇竜拳の鋭いこと。さあ機械竜いい動きをする。うおー、うまい。さあ友田のクレイジーがたまったが、投げ返しの機会、投げまーい、負けていても関係ない。さあ2ピシングワンピー側に回ると勝利点が出ない。さあ友田がアッパークレイジーをとりあえずやってみたかった感じ。当たーりー。さあ鎖骨が来ない。さあ中島ガイル、さあこれワンピがやばいですね。さあ中島ガイルが負けちゃうと次はまた長州拳の出番ですね。前が安い。相打ちは、まあ、台足と台足相打ちはまあ両方 OK なのかな。さあ中島ガエルめっちゃ強いとか言われてます。まあこんなこと言うと中島ガエル待てそうで嫌なんですけど。頑張ってほしい。しかし機械には真空がある。当たりー。そうですね、さっきから機械の昇竜拳と真空のヒット率が非常に高い。そうですね、機械ねムカつく動きをするんで、ああいうちょっとなんか動きたくなるんですよね。動きたくなるっていうかね、勝負をかけたくなるんですよね、早めで。まあ、やはり機械の昇竜拳よく当たる。当たる。投げて死んでしまう。またあれか。あ、11人目ですね、長州さんの X 剣。あ、機械さんまだ5人目、かなり差がついちゃいましたね。ここはちょっと長州さんに頑張ってもらうしかない。まあ、長州さんさえいればね、長州さんここで負けるってことは多分ないと思うんで。さあ真空はなんとかねやり過ごしたので、これはチャンスです。このラウンドはもう勝ったも同然でしょう。さあまず1、あーっと嘘、昇竜だが時間がなかった。
さあ体力リードしているのは長州さん。わあ、なるほど、スカイさんを 1P に置いておくと、それを長州さんは分かってますね。分かっていてちゃんとスカイさんを 1P に置く。さあやっぱり機械さんは何としても 2P を取りたい。さあゲージある竜は怖すぎる。さあ強引に入れ替えたが、さあ入れ替えに固執しすぎたか。最後勝利点が出ませんでした。倉橋が入る。さあこれはクラハシガエルが全員抜いてくれることを期待しましょう。ワンピーはもうあんまり楽しみが。まあ機械ガエル、機械竜が6立て、そしてクラハシ竜も画面端に追い詰めていく。さあ竜巻で最大入らない。さあ裏に回ってさらに投げる。さあ機械竜がかなり調子に乗っている。さあ小高投げに行ったが機械がファイアードを打っていた。さあ倉橋ガエルも倒してしまうのか機械竜。さあ差し返しの大足はちょっと遅かったか。さあワンピーに行ってしまった。これは機械を打物か。さあ波動拳が出ませんでしたね。さあ相打ちは竜 OK 投げて、さあ受け身がない。さあ投げ返しのクラッシュ。ああソニックミスらないクラッシュ。タコ殴り真空は打たせてあと40秒。ああこれはガイル側はおっと中足体力同じぐらい。さあソニックラケン、これはさすがに。さあムナーリ竜、さあ竜ガイルが続きます。さあムナーリも竜ガイルはかなりやってます。さあ4、3段入ってピヨってしまう。おっとしかし日和回復くっそ早い上に垂直ジャンプをしてしまった。さあ竜巻しかし水ジャンちょっと早すぎ。投げてさあまあそれはさすがに。竜巻からの真空がある。おっとしゃがみ投げ。さあ深いと読むとしっかり見てしゃがんでおける。この辺りは倉橋よく知っています。よく知っていますしよく見えています。さあムナール今の水準は良かったが入れ替えられてしまった。さあ真空を削りで使っていくが、さあ怪しい動きで体力をリードしていくムナーリ竜。ちょっと勝利点が出ない。さあ画面端、まあ、おっとリフトアッパー。おっと小竜巻、竜巻からの
まあ、これは時間を使っていきたいところ。さすがに。まあ、開幕竜巻クライナリ、まあ、倉橋ガイルはクライナリがかなりうまいです。さあ胸張りは小竜巻でソニック打てるのがうまいですね。そして倉橋ガイルはジャンプ攻撃が間違わない。さあソニック失敗だが、さあこれはあーっと歩き昇竜が出なかった。ファガット使いとしてはアルマジティ、はい、ゆうべが DJ 対クラッシュガイル。さあガイル DJ はガイル有利ということになった模様。さあ開幕は小高ソバット。さああのソバットに伊藤は結局宿題をどういう風な答えを持ったのかな。さあゆうべが投げる。さあ画面端はさあしっかりガードしている。さあ DJ のしゃがみコパンはサギ当てができます。さあ画面端に持っていくとやはり DJ は強いですね。 DJ 強い上にユーベガの当て投げ感もかなり強いので、ユーベガ DJ に端っこ持ってかれるとかなり死ねますね。やはりこんな感じで真ん中で戦いたいところ。さあサマー打っていく。この辺りの判断の速さがクラッシュガイルのいいところ。さあダブルサマーで削れる体力だが、さあ差し返ししっかり。さあやはり DJ のラッシュをしのぎたいところですね。ガイルとしてはいかに持ってけられない。あっとよくガードした。しかし裏スロー投げられる。投げて受け身がない。投げてさあダイスだ。これはユーベが盤石なのか。さあユーベが DJ が倉橋ガイルを止めて、友ダメがまた友ダメが対ユーベが DJ が当たる。さあこれで友ダがただいま4連勝中ぐらいなんでね、大会で。ユーベガとしては負けられない。さあ 1P としては勝っておきたいところ。まだダブルスコア つけられてますからね。さあ友田の活躍に期待。投げ返し、これはちょっとつついか。さ あのジャンプショーパンチが強い。投げるからの、さあいい中足だったがゆうべがちゃんと我慢している。さあダイスラー、投げたのは DJ 側。さあ踏んで、おっとダーディー、ヤキナフよく出した。さあこれは友田やばいが投げ返す。おっとユーベガも、さあこれは投げるやるぞ友田。今日も勝つか。さあ投げてさあデビリバーは、おっとこれは厳しいか。投げたのはユーベガ。さあ体力はまだベガがややリードかな。さあこれで一緒ぐらいになったかな。おっと見えている。
ゆうべらいかなり煽っていく。5連敗やばいっしょ大会。さあ今度は川島 DJ、 DJ が並んでいる。さあゆうべらに勝ったからには川島を倒しておきたいですね。見てみがない。さあ投げ返した川島。おっと、今のは見てからではないでしょう。さあこう離していく川島。お、あるよ。あーっと、ジャックナイフめっちゃ離しますね。さあジャンプ台とか判定強いフライ投げ。さあ中足からのちょっと安いか。川島全部ジャック。しかしお釣りを入れられなかった友田。さあこれは友田厳しい。さあしっかり拾ってゆうべがニア勝つが川島に負けてしまう。ヒデチュンリー。さあノルマ8人。さあヒデが怒りの50円投入。ありがとうございます。さあヒデだけ参加費150円です。さあ50円払ったからには負けたくない。さあヒデの DJ 戦5オンでフジモンを倒したんだっけ。さあ始皇帝の速さには定評があるヒデ。大機構を打ってしまったが、さあしっかりカラキャン転生で落とす。いや今のは悪くないじゃないですか。下手なことを やりに行ってそばかに食らうよりは。さあこれはおっと飛行削りで良かったのではないか。まあでもまあ何スパコンサイクルはなければ回ってないですね。さあゲーセンだと金がかかるから負けたくないと言いますが、でも1プレイ25円なんでね、ぶっちゃけあんまりお金気にならないです。さあヒデが安定した立ち回り。さあしっかりヒット確認か。はい、これでやっと 2P 側のサブキャラ軍団がいなくなりました。8対2。さあクレイジーナルシム。さあヒデのノルマはそうですね、まあユーベガぐらいまでは行ってほしい。背中蹴り、何がしたいのか。千列でも乗っかりでも百列でも、とりあえずもうスピニングワークでも削れそうな勢いでしたな。投げてしっかりガードしているが、さあ転生客は安いと言われている。さあリバッサーの背中蹴り。さあ中台しっかり。さあこれは何がしたいのか。
さあお互いわけのわかんない動きをしてヒデが勝ちました。はい、小江戸ベガ、さあヒデの鬼門であるベガ、さあユーベガカードカラーですが小江戸ベガです。さあヒデは基本的にベガに負けます。さあ中中大、さあベガ戦といえば、瀬尾がかなりベガ戦をやってるんですが、おっとなぜか立って表に行ってしまったヒデ、しゃがんだままだったら半角だったね。今日は珍しくお坊さんが来てないですね。お坊さん結構土曜ニュートン来るんですが、さあ中中大中大、さあ100列打ったままあれは死ねる。さあ今の小手出しっぱも結構怪しいっちゃ怪しいですよ。そして破天荒竜、まあ、竜にはさすがに負けないのではないか。破天荒さんの竜はまだ修行中っていう感じなんでね。さあヒデが竜戦はのびのび戦える。おっと今のはでも気候が入る、気候戦列が。さあこの戦列を当てにはいかない。おっと怪しいぞヒデの動きが。さあスピニングバード、まずエロドットなんでね、ありっちゃありですね。さあヒデの戦列が全然火を吹かないですね。さあ飛んで代々は届く前ではなかったですかね。さあいい反応ヒデは、おっと何か怪しいよ。ヒデの戦列が全然ダメですね今日。さあ電キック削り、あとは中足で終わりだが、おっとさあ中足バリアで勝てるよと思うんですが、さあ破天荒竜は踏み込んで波動拳を当てたい。うーんダメですね。さあもうあれはもう前歩きのプレッシャーで波動拳を当てるしかないですね。はい、バイパーホーク、さあこれがヒデの最初の関門ですかね。基本ヒデはホークにも負けます。ベガにも負けるしホークにも負けます。基本的に一発でガーッと持ってかれるキャラにはヒデ弱いんですよね。とはいえさあ100列暴れ、さあ後ろへ、さあ大敵相打ちはフォーク側が美味しい。さあこれは戦列があるんで、おっと逃げていったが、さあひたすらコンドル、コンドルだけで削り締める。あーっとこれはヒデ美味しい、くない。あれねチュンリーね振り向かないことがあるんですよね。めくりはとどめに使うのはあんまりよろしくないと思います。めくりでとどめを行くんであれば、めくった後上り中キックで、バックジャンプ中キックで、中キックじゃない、のっかりで踏み殺さないとダメですね。
今のも瀬尾だったらチューキックあれだとバックジャンプのっかりで勝ってたんじゃないのかな。さあビンタ、いいケンキックですね。今のはしっかりしている。これはしっかりしていない。死ねる。さあ死んだか、アヒデ。あーっと運がいい。前列もある。さあいい反応。さあこれは美味しい。ヒデもうかなりの垂直落ちまくりですね。反応とかって言って失礼しました。さあ戦列、おーっとスイージャン最後は頑張って出しましたね。そして 2回目の関門である機械ガイル C。 さあ機械ヒデが嬉しそうにクレジットはーとか言ってましたが、さあ機械ガイル、昔はチュンリー戦には定評がある男だったが最近はダメ。さあヒデが応援されている。さあこれ100機ヒデも応援されたら死んでいったんでね、ダメな気がします。さあ戦列溜めたい、溜まった、当てたい、投げ返しの機械。さあ早め早足様。さあこれは戦列当ててもまだ勝てない。さあ当てて投げる。さあソニックウラ、開幕ソニックウラ点で機械がリード。投げる、受け身がない。投げる、受け身がない。投げる、受け身がない。受け身取る気ねえのかよお前。さあ大将の倉橋龍、ノルマは4人です。まあ4人ぐらいやったらいけるでしょう。夕べらとか混ざってますけどね。さあまずは機械ガイルを、さあ機械ガイルがアグレッシブ。あっとコッパンが投げられる。内野足、いや大打ちは龍側が、おっと投げ返しの機会。ああいう投げ返されても受け身の後の行動がきっちりと決まってるのが、おっとしかし中足が2発当たって、さあ一発が重たいですねやっぱり。さあ真空打って下がって波動、取りかご系優先ですかね。しかしこれは機械が、あーっとこれは鎖骨からのファイヤー。さすが倉橋。さあ流線のシチュエーションは全て経験済みでしょう。リュウガエルのさあ竜巻が出てないのか、あの正直。さあ真空当たる。さっき飛びもし完璧。さあしかしこれはまだガイルありますね。飛んでいく竜巻は後ろを投げる。さあそして真空が溜まったが投げ返すのが機械。まあ、真空をもらったが、おっとこの2発は結構でかいぞ。さあ3発で約半分。さあダイゴス投げ、画面端持ってって真空突き。さあ中足波動、さあ投げ返しの機会をちょっと警戒したか。そういい様。さあこれはさすがに投げる。勝ったのは機械で 2P 側ですかね。さあ3人残ってるんですが、エキシビジョンします。
やめとくやりたいならやってください。ムナーリ、ムナーリ、ムナーリ、エキシビジョン、さあ視聴者からエキシ見たいですという、さあこの気の抜けた機械がムナール・サガットに勝つことができるのか。さあムナーリーが投げ返される。アパカが出ない。さあムナーリー今日は2回目もアパカ出なかった。当てて投げて、アパカ出なかったら基本的に負けますね。対空失敗すると負けるのが一つです。どうしたの？なんだそれは嫌だと。ゲームしといてほしかった。さあ、誓いたい次が、ゆうべが。さあ、警察出動。この酔っ払い運転のガエルを、飲酒運転で捕まえてほしい。さあ、これ機械勝ち目があるのか、これこっからサマー。いや、あそこでサマー撃つしかない。さあめくりは投げ返される。そして機械も投げ返す。投げる。さあ今の垂直もうまいですね。サマー、しかしこれはダブルサマーで削らない。こないだダブルサマー出てたじゃんお前。弱々ダブルの練習をしてた機械。あーっと余計なことをした。さあ死ぬ。ソニック、ソニック、投げる。さあ追っかける。これは投げで死ぬのか。死ぬね。はい、カーシム。さあカーシムも基本的にはベガにはやられる男。カーシムは大爆発するんでね、勝ちそうな試合でも自らひっくり返していきますからね。ジャイアンは X やる詐欺ですね。ファイブオンが終わってもやるに決まってるじゃんみたいなこと言ってたんですけど、全然やってないです。毎週水曜日は中野に行くと言ってましたが、
毎週水曜日は普通にリーグオブレジェンドをやってます。さあ危ない、あー死ぬか、おっといいコパンですかね、今のはめくりすかしになってるのかな。熱い熱いぞ、投げるフレイム、いいですねあのフレイム。さあこれはカーシムあるよ、さあインフェルノじゃねえのかよ、これまくられるよ、おー対空インフェルノしっかりしていたというわけで、勝ったのは 2P 側です。お疲れ。一番人気あったのは X じゃないの、じゃあ、2P チーム写真撮りたいんですけど、まあ写りたい人だけ写ってください。ね、リーダーとしてね、あ、配信台ちょっとまだ待ってください。